皆さんこんにちは。こんにちは。エサです。ゆっこです、はい。はい。今回もこの二人でお届けします。はい。はい。行きます。おっちゃん、おっちゃん？二号さん。おっちゃん二号。おっちゃん二号さん。おっちゃん二号さんかな。ね。ゆっこちゃん、パター変えた？ピン？パターは変えました。うんうん、ね。はい。ね。オデッセイの、うん。マレットのやつから、うんうん、あの憧れのスコッティキャメロンにスコッティキャメロンにね、はい、まあ、これも、うん、まあ、私はその普段、うん、あのお世話になっているめっちゃゴルフが上手な方がいるんですけど、うんうん、すごくパターマニアなんですよ。すごいパターをいっぱい持ってらっしゃって、うんうんうん、でまた新しくなんか買ったと、うんうん、パターをね、はい、まあ、ちょっと冗談で、うん、じゃあ使ってないのあったらくださいよって言ったら、うんうん、あ、じゃあグロスで買ったらいいよって言ってくれて、試練があったわけね。はい、おっとみたいな。もうすごい冗談ですよその人、うん、あの、まあ、またいつもバッカー回ってるんですけど、でまあ80前半、そんな方にグロスですかね。でもね、その日はねまさかのクラブを忘れたんです、自分の、自分のクラブを忘れて、レンタルクラブでその日はプレーをするってなってそうえみたいな。だからこんなチャンスないみたいな。そうだね。はい、そのまま勝たせていただきます。あ、そういう子だったのね。そう、そういうやり取りがあって、で相手もまあしょうがないみたいな。クラブ忘れるってえ、そういう判でしてくれるんですねみたいな、まあ、ね、優しさ、優しさだと思います。で、そのパターンはどう？いいです。いい、なんか打感とかはどう？なんか柔らかい。あ、なんかちゃんと当たった時やっぱすごい柔らかくて、うん、軽く当たった時でもすごい綺麗に転がってくれる、うん、伸びる伸びる、ね、球が伸びる、すごいと思って、うんうんうん、でなんかちょっとあのピン型なんですけど、下りの時、下りのスライスラインとかやっぱちょっと転がりがいいんで、うんうん、ちょっと芯に当てるとスーッていっちゃう、いっちゃう感じがするんで、ちょっとこのまま技を教えてもらって、うん、先っちょ、うん、先っちょで あえて芯を外れて先っちょでちょんってやるっていうのを教わったら、確かに転がりがちょっと鈍くなって、いい、そういうのってやったりする？いや、私はない。ない。うんうん、ピンタイプの、うん、パターが苦手で、基本マレットでしかやってきてないんだけど、うん、その技は知らなかった。なんかそういう風にやると、うん、まあ、下りの、まあ、うん、早いね、うん、そのスライスラインで、うん、なんか早いグリーンだったら、ね、芯を当てないで、そうそう、わざとちょっと先っちょやってると、そこまでやっぱ転がらないから、うこういうやり方もあるよみたいな。プロっぽいな。それはちょっといいね、新しい気がする。あえて芯を外すって。そう、はい、まあ、変えました。はい、変えました、ね、長くなりましたが、はい、はい、じゃあお次は、はい、直屋海さん、はい、はい、ゆっこさん、パターンの打ち方変わりました？フォローでヘッドを出すようにしてる感じがパッと悩み中なんて教えてください。はい、これはですね、以前に、うん、あの動画に出演していただいた、うん、高島さん高島さゆりさん高島さんが教えてくれたんですよ、はい、そう、あの私が、うん、ちょっとやっぱ止めちゃってるって言ってて、うんうんうん、インパクトの時に、うん、バンとね、そうなんで、もうちょっと押し出す感じにした方がいいですよって、うん、そのまま引いて出すだけみたいな、うん、で、なるほどって、それからもうずっとその打ち方に、あ、そうなんだ、そこから変えたんだ、はい、はい、なんで多分ヘッドをこう出すようにしてるっていうのは合ってると思いますし、うんうんうん、あ、そういう風に見えてるんだってすごい嬉しいです。そうだね、変えてることを見抜いてもらえてるっていうのは嬉しいね、はい、うん、嬉しいですね。深島さんに教わりました。はいはい、ちょいちょいゆっこのその、はい、うーんとかさとかこのちょっとこの笑い方もちょっと説明したいんですよ私いいっすか。どうぞ。小学生の時に、うん、私なんかめっちゃ引き笑いだったんですよ、自分では近くないんだけど、うんうん、でその時に仲良かった友達に、うんうん、
なんかゆっこの笑い方ってさんまさんみたいだよねって言ったのがすごいショックで、すごいショックで、え、さんまさんってどういう笑い方してるっけと思って、なんか分かんなくて、すっごい引くよ。そうで見たの、うん、見たら、え、私こんなって言っていいんじゃない、これはちょっといかんと思って、で、あの声を出して笑う練習をしたんですよ、うん、そしたらこういう笑い方になった。へぇ、そんな壮絶なストーリーがあったの。そう、めっちゃ覚えてる、めっちゃ覚えてるよね。で、そう、声を出して笑う練習をして、うん、だからなんかそんなに面白くなくてもハハって言っちゃうふふとか、とりあえず弾かなきゃいいんだみたいな。いける。そう、あれ面白いね。そんなことがあって、うん、いや、いいと思うよ、すごい好きなの。よかった。ハハとかふふとかへぇとか、それが前まではハハッってだったのかな。あのね、危ねてそうなんです。はい、ちょっとずれました。はい、はいはい、よかった、すっきりした。あと、タカさん、ゆっこちゃん、練習場でロボンの練習してる？バンカーでのバリエーション増えるよ。あとは砂質と距離に合わせ開き具合でコントロール、うん、はい。そう、ロブショットの練習はもうついに去年の秋ぐらいから始めました、うん、ロブショットね。まだ自分には早いとは思ってたんですけど、うん、もうまずバンカーが出なくて、うん、そしたらあのグリーン前のやっぱバンカーがどうしても苦手で、うん、そしたらあのロブショットが出ないとバンカーはやっぱ出ないよって言われて、うんうんうん、なぬってムムってなった。ムム、そっか、じゃあもうここはもう行かなきゃと思って、うん、もうひたすら練習しました。やったやった。あのバンカー、うん、バンカー練習やれるとこでしょ。そうそうそうバンカー練習が出てた。やってるって思ってた。やってました、ひたすら、うん、どう感じ的にはどう、すぐ溶け込めた？最初はもう本当にすごい違和感で、うん、あのもともとずっともうドロー打つ練習ばっかしてたから、うんうん、結構真逆、うんうん、そうだね、じゃん動き的には、うんうん、からもう最初もうそれができなくて、うん、どうしてもなんかフェースを打って返しちゃうみたいな、うん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 、すごい返しちゃう、なんか開いてアドレスしてるのに返しちゃうみたいな、うん、なんか逆らった動きを しちゃってて、うん、最初は慣れなかったんですけど、何回も何回もやったらあれちょっと掴めてきたかも、うんうんうん、でそっからあのこうわざとあのフェード打つとかそういう練習につながりました。あ、バンカーの延長でね、うん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 、あってことは気づけたわけだ。そう、やってるうちに。そうなの。それはいいね。そう、やっぱそういうのがちょっとできてくるとやっぱもっと面白くなってくる、うんうんうん、狙ってフェードが打てるとか、うん、狙ってそうだ、ね、ロブとか。質問的には以上ですね。はい、はい、いつもありがとうございます。これちょっとこれ読もうかな、うん、年末企画のコメント来てるので読みますね、うんうん、はい、楽しかった。あれは、はい、うん、ちびっこゴルフケンさん、はい、はい、うん、細んゆっこが意外に安定してたね、はいはいはい、普段からあの打ち方の方がいいんちゃうかな結構これはこれまあなんか、うん、確かにいけなくないと思いますよ、はい、確かに一番細ん選手のあれうまかったね、ゆっこ当たってたし、ね、当たってた、ね、だあれはあれでやっぱなんかあのスイングは確かに振り切れるなっていうのは当たってたし、すごく綺麗に回ってた、うん、回ってたね誰よりも振り切れた、うん、確かにあれは本当。あ、こちらもさっきと同じ方だ、うん、ちびっこゴルフケンさん、うん、はい、リサちゃんがいるとじゅんちゃんが妹、うんうんうん、ゆうこちゃんがいるとじゅんちゃんがお姉さんみたいな感じ。あ、まあでもじゅんちゃん実際に妹さんいるし、うん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 、お姉ちゃんっぽさ、うん、ゆっことじゅんちゃんがいるとゆっこが妹っぽく見える、うん、みたいよ。あ、私とじゅんちゃんと一緒にいると私がお姉さんでじゅんちゃんが妹キャラみたいになるみたいな、うんうん、でもりさちゃんは、うん、なんかコンビネーションなのかな、うん、なんかね喋り方も落ち着いてるしでもやっぱ基本やっぱそのもうちっちゃい頃からウォールフやっぱしてる方って、うん、やっぱねすごい落ち着いてる、しっかりしてるなっていう印象はすごくある今までのね。高島さんにしても森田さんにしても
テスク立ってるってなった今今噛んだよねえ、びっくりしたなんて教えました事故事故なんか表現したいんだけどちょっと難しすぎてできないからなんか、ねうんね、どうした覚えてる覚えてる大丈夫あの高島さんも、うん、森田さんも泣いてるじゃん泣いてるじゃん20、25歳ぐらいめっちゃ泣いてるじゃん大丈夫事故大丈夫朝 ありがとう、うん、自分で噛んで自分で壺に入っちゃったんだけどどうしたらいいのこれ処理できません一番びっくり確かとなんかテシカって言った気がするなんか戻ったねうん。心ちゃんも結構噛むけどさゆっこもなかなかの勢いで噛んだはい、一回ちょっと落ち着いてはいありがとうかわいい、ね、かわいいハートやばい、ゆっこワールドがやばいあぶねあぶね引っ張られないように気をつけないしないとアウトだよね全然アウト高島さんは途中からお姉ちゃんかなって思ったの上かなってそう 上かな自分より上かなって、うん、5歳ぐらい違うんだけど下でしょそう、ね、びっくりやっぱねしっかりしてるなってやっぱイメージがあるんでやっぱりさちゃんすごい落ち着いてるそう、うん、そうですはいカリフォルニア巻きさんこれね、うん、ネイティブって普段でも使わんのになんで今出せるのってリサちゃん笑った英語禁止のやつですねこれはね確かねネイティブって言った瞬間私確か泣いた気するもん泣いて笑ったね、うん、泣いて笑った日本語使ってこって言われたのゆっこにそうそうそう日本語使ってこって言ってうんネイティブになろうえーみたいなねめっちゃ笑っただいぶ引きずったよねあの後だいぶ引きずった、うん、ネイティブ喋れなくなったもんあの後面白いよねいろんな企画、うん、いや英語禁止は本当になんか面白い、うん、なんかコンペとかでも取り入れてもいいと思います確かにうん、うん、なんか、ね、英語禁止ゲーム、ね、このホールやりますみたいな感じで、ね、そのホール本当にプラスしてでもそこがこうハマるかもしれない新ペリとかだとそうだ、ね、確かに、ね、それでかいねうんそういうのもね、うん、なんか普段のコンペで作ってもらえたらなと思います、うんうんうん、ですね楽しくね、うん、ぜひやってみてくださいやってみてください、はい、楽しい楽しくねうんランドうんはい以上かなはい、はい、こんな感じでこんな感じでお送りしましたはい今日のあ、ごめんなさいえこたつこたつでなんかみかん食べながら見てくださいびっくりしたまた噛んだのかと思ったもう今日はもうゆっこに全部持ってかれた感じがいやします噛み噛み、はいはい、では皆さんコメント、高評価、チャンネル登録チャンネル登録、はい、お願いしますよろしくお願いしますはいまたねありがとうございます